こんばんは、平山茂です。今日は11月30日火曜日夜7時48分でございます。いつも、平山茂の大丈夫ジャーニーを見てくれている皆様、いつもありがとうございます。見てくれてありがとうございます。ちょっと今日はですね、いつもとは違います。ちょっと私事ではあるんですけれども、ちょっと最近ですね、調子が良くないです。何が調子が良くないのかも自分でわからないぐらい、YouTube のことなんですけれども、ちょっと YouTube が調子悪いです。非常に調子が悪くてですね、ちょっと今もこう自分の顔を見ながら動画を撮るのが、ちょっと辛い状態です。前回の動画でいろいろ喋ったりもしてたんですけれども、ちょっといろんなことがですね重なってと言いますか、いろんなもののこう積み重ねで、ちょっとわからないんですけれども、ちょっとした、メンタル的精神的に病んでる状態でございます。YouTube をやってるというね、やるという、使命を持って活動してるので、こういった今日の私のようなこの最悪のコンディションの状態もちょっと撮影しようと、記録に残そうと思っております。5年後とか10年後見た時に笑えるように、そういうつもりで、皆様も見ていただけると嬉しいです。思いっきり笑っていただけ笑っていただけると本当に救われます。とにかくちょっと、もしかしたらあんまり口にはしたくないんですが、軽い鬱なのかもしれないと。それも YouTube に特化してということで、本当にね、自分勝手と言いますか、ちょっと皆様のご期待に応えられるような動画が撮れる状態ではないというところで、活動をちょっと止めようかなと。今ほぼ止まっちゃってるような状態だと思うんですけど、ちょっとお休みをいただこうかなと、長期の、そう思ってました。今の自分とちょっと似たような症状というか、うつか分かりませんけど、ちょうど10年前にもこういった感じで、何も手がつかないというかですね、ちょっと何て言ったらいいか分からないんですけど、ちょっとやる気が出なかったりとかっていうことが10年前にも、似たような、今思えば似たようなことがありまして、それは10年前に東日本大震災が起きた時に、これはただごとではないということで、一人でも行って現地で何かできることをしようと思って、こう躍起になってというか、変なスイッチが入ってですね、当時乗ってた車で荷物積み込んで、物資とか積んでかき集めて、何度か、福島の方に通ってたことがあるんですけれども、その活動が落ち着いて、その後にですね、急にすごいみんなのためにできることをやるぞっていう、勝手なこう正義感みたいな、
モチベーションが一気にこうズドンと落ちてですね、それから、まあ、何ヶ月間かちょっと、まあ、鬱っぽい状態になったっていうのがありまして、それにちょっと若干似てる感じがしてます。まあ、同じではないかもしれないですけど、ちょっとまあ YouTube、まあ、1年間、まあ、非常に濃い1年間をこう過ごした中で、先日の、まあ、ライブ配信の旅から帰ってきて、次の日お休みしてっていうのがあったんですけど、その流れからちょっとなんか気持ち、無意識の中でなんか糸が切れてしまったわけではないんですけど、そんなような似たような感覚に陥って、なんかやりきったわけじゃない、何もやりきってないんですけど、なんかやりきったような感覚に陥って、それからちょっと活動意欲が薄れてるっていうのがちょっと事実で、そんな中ちょっと動画を無理くり撮りながらですね、まあ、乗り越えようとは思ってたんですが、ちょっとどうにも良くならないということで、ちょっと長々と話してますが、これはちょっと記録用ということで、一旦ここはちょっと自分の記録用に、今日という日の記録をちょっと残したいなと思うので、ちょっと口から出ることは全部そのまま喋ろうと思います。で、まあ、そういう状況です今。でもう全然皆様からしたらこれを笑っていただいて全然 OK なんですけど、まあ、似たようなことが経験ある方はもしかしたらね、共感できるのかもしれないんですけど、なかなか、まあ、僕はこういうことがあっても基本こう誰かに相談とかするっていうのは、まあ、そんなにしないんですけど、なので今回もまあいろいろ相談したいな、話を誰かに聞いてほしいなとかですね、いろいろこう弱音を吐きたいなとかですね、まあいろいろこう、まあ、弱ってる部分があるので、どうしてもこう吐き出したいっていう思いもあって、ただまあね、話せる人がいるんですけど、ちょっとなかなか自分から話そうという気になれなくてで、まあとにかくちょっとしばらく YouTube お休みしようかなと思ってました。はい、思ってたんです。でも撮ります。ただ毎日ではないですが、もうこれが平山茂なので、もうこれはどうしようもないので、しょうがないので、この今の弱ってる状態から、リハビリをしていきます。まあ、自分なりのリハビリをしていこうと思います。なので、ちょっとしばらくの間、平山茂が正常、まあ、今までが正常だったのかどうかよく分かりませんけど、まあ、正常と自分自身、あ、もう治った、もう大丈夫って思えるまで、ちょっとしばらくは、リハビリをする動画をアップしていきます。リハビリ1日目2日目そのような感じで、これから動画を記録として残していきます。全然多分僕は真剣に多分リハビリをすると思うんですけど、全然笑ってみていただけると本当に救われます。本当にもう本当に、いろいろこう
まあ、前回の動画もそうですけど、360度動画で撮った理由っていうのは、まあ、ちょっとスマホで撮りたくなかったっていうのがあります。スマホでどうしても撮ると自分の顔がここに映ってる状態で、自分の顔に向かってずっと喋ってる感じがちょっともう、もうというか今はちょっともうあんまり見たくないというかですね、自分の顔をですよ。まあまあ外カメラに切り替えて、ね、撮るっていうのもあるんですけど、いろいろ悩んでます。まあ本当に話飛びますけど、本当にいろんなことが、まあ、重なりました。まあ YouTube だけのことで言うと、まあね、もっと、まあ、前にも話しましたけど、もうちょっと、ね、大丈夫をたくさんの人に届けたいなっていうのももちろんありますし、まあ、チャンネルの、ね、登録者も増えたらいいなっていうのももちろんあったりですね。あとはまあちょっと仕事の方ですね、プライベートの仕事の方がちょっと不安定だったりとかですね、そういうのもあったり、まあとにかくいろいろなんかこう重なったというか、積み重ねてしまった、自分の中でこう溜め込んでってしまってたストレスなのか、そういったものがこう爆発してしまったような状態でございます。なのでちょっと本当に、話まとまりませんけれども、ちょっと明日以降、この今日のこの動画も、この動画もまあアップするのは多分12月1日とかだと思うんですけど、まあ、12月からはちょっとしばらく、まあ、年内でなんとかリハビリ脱出したいんですけど、12月は平山茂はずっとリハビリをします。はい。まあ、もしかしたら、ね、個人的にも相談させてもらってる方にちょっとビンタを食らいに行くっていうことも、まあ、できればしたいなと思います。ちょっとね、目を覚まさないといけない。うん。と思っております。すみません。私事で、ちょっと、せっかくね、YouTube 見てくれてる、チャンネル登録してくれてる方がいるのにもかかわらず、ちょっと私自身がちょっと弱ってしまいました。すいません。すいません。でもちょっと、うん。こうやってちょっと今、カメラの前に座って、カメラの前で喋ったことに、ちょっと気持ちも、晴れた部分もありますので、ちょっと明日から、まあ、ちょっと明日またお休みがあるので、ちょっと大高緑地公園でちょっとリハビリしようと思います。リハビリの様子も頑張って動画撮るので、よかったら、うつ病になった平山茂のリハビリ日記をぜひよかったら、もしかしたら参考になる方もいらっしゃるかもしれないので、記録として残させていただきます。ちょっとお付き合いいただく、まあまあもちろん見てくださいとは言いません。まあ一応、その動画のタイトルの方には、まあうつ病という文言を使うかわかりませんけども、ちょっと YouTube 張り切りすぎてぶっ壊れた男のリハビリ日記みたいな感じのタイトルになると思うんですけど、多分まだ分かりませんけど、そういう形でちょっと記録として残させていただきます。まあもしかしたら本当に誰かのこの動画がそのリハビリしていく様子、元の正常に戻っていく上、この過程を記録として残す予定なので、本当にそういった似たような境遇の方に、何か参考になればいいなと思います。
いやなんとかなんとかカムバックしますので、元気な姿を見せますので、まあね、とはいえ、今日も、ね、お仕事だったという方と、本当に学校でね、まあ本当元気に楽しく過ごせてる方は本当にもう私からは何も言うことは言うことというか言えることは今の私からはもう何もないんですけども、本当にまあ僕、まあ落ち込んでる方でしたり、弱ってる方でしたり、まあ今をね辛い、今生きるのが辛いと思ってる方とかでね、まあそういうなんかこうが見て少しでも、まあ、共感とかですね、こんな男がいるんだなと思っていただければ幸いです。そして参考になれば嬉しいです。一緒に負けずに頑張りましょう。大丈夫。僕は何があってもどんなに辛いことがあってもどんなに悲しいことがあっても生き続けるということだけは決めてますので、その先に絶対いいこと楽しいこと待ってるっていうのは分かってるんで、必ず生きててよかったって思えることがあると思うので生き続けます。まあまだまだね、これからもっと辛いこと、しんどいこと、悲しいこといっぱいあると思いますけども、どんと来いでございますよ。どんと来いです。全部大丈夫で弾き飛ばしますから、大丈夫だから。さあ、まあリハビリ、まあ明日のまた次の動画をお楽しみください。リハビリと言いながらも普通にね、ご飯食べるだけかもしれませんけど、まあとにかくそんな感じでございます。ちょっと平山茂、現在病んでます。ではまたお会いしましょう。最後にちょっとね、今の僕を察していろいろ応援のビデオメッセージをくれた純太さん、ありがとうございます。心から感謝します。そしてあと青木さんですね、前回の動画にコメントいただきました。本当に僕が救われてます。ありがとうございます。必ず、元気な平山茂になりますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。ではありがとうございました。それではおやすみなさい。リハビリです。